今日もおるかおるか、そこにおるか、シャッチン&おるかです。ではね、今日も今日とて毎日体力やっていきたいと思います。高評価チャンネル登録お願いします。まあね、自分得意戦法はね、居飛車なんで、また居飛車ですね。うん、相手振り飛車だったら、相手も居飛車でしたね。突き越して金上がっちゃっていいかな。これこうしちゃっていいかな。うん、これね、迷いどころだから、こうするし、こうしよっか。うん、八歩突いちゃっていいかな。八歩突き返したことか、突き越しちゃっていいかな。うん、これはもう勘だよね。止めちゃっていいかな。これ、ここ一回出て、まず一回カニ囲い、カニ囲いするか。じゃ出ちゃって、いっちゃうか。雁木囲いにしちゃって、ここ立たすか。こう、こう、これはもうこうかな。これどうしようかなーって考えるけど、これいいか、一回、うん。取ってもいいのでは。これ取ってもいいのではないでしょうか。うん、金銀交換。そうく、そうくる。え、そうくる。これ迷いどころだよね。まあ無難に下がるか。うん、ここね、どうしようかな。うん、なんかうまい手ありそうだよね。ないってありそうだけど、ないな。ここに打ってみて、打ってみるのも面白いかもしれないけど。桂馬上がってみるか。
これはまあいいよ。これはね、これ下がっていくかな。うん。これちょっとあれやりたいことができたな。むずいってこれさ、めっちゃむずい。鬼神あるか。鬼神あったら鬼神頼りたい。ないんだよな。これ取るとここに、だから虫行った方がいいんだけど、耐えてみる。ケイム渡したくないんだけど、これ角渡してっていいか。これはうまい、これはうまい気がする。うん、これはうまいぞ。ふんどしのケースやってくると思うけど、してこなかった。これね、なんかしたいよね。ここに桂馬打ってみる。来てる、これ来てるよ。優勢でしょこれ、圧倒的に。これね、金打つとこっちに逃げ、あ、これ飛車打ちでいいや。うん、よっしゃ、今日は勝った。大変ありがとうございました。では高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。